こんにちは、橋本彩子です。今日は世界一周をされたことのある投資家さんの廣田真美さんにお越しいただいております。はい、廣田真美です。よろしくお願いします。真美さんは今は投資家さんで投資のスクールをされてるんですよね。はい、はい。生徒さんはどんな方が多いですか？生徒さんは最近男性の方も増えてきたんですけど、ほとんど、8割ぐらいがもともとは女性 で、で職業はもうバラバラですね。経営者の方もいれば、個人事業主、OL さん、夜のお仕事の方とか、主婦の方もいらっしゃいますし、大体がもう本当に投資初心者か、勝てなかった人ですね。トレードとかをしてても、でだからもうちょっと本当にちゃんと勉強したいんですっていう感じで入ってきていただくっていう感じです。例えば女性で、アラサーぐらいの方で、なんか仕事か結婚か独立かみたいな、なんか悩んでらっしゃる方多いじゃないですか。そういう方にはどんな風にアドバイスされます？まずですね、多分女性に一番多いのが、一つ一つの問題を全部ごっちゃにして考えてるパターンがすごく多いと思ってて、まず結婚するしないっていう問題と、仕事を辞める辞めないっていうのは話が別じゃないですか。まず結婚するならするで、どういう結婚生活が送りたいのかとか、そういうのをまず明確に、こっちはこっちの着地点を決めて、で仕事をし続けるのであれば仕事をし続けるで、どういう風に仕事をしていくのかっていう自分のスタンスを明確にするっていうのが大事なんですね。結構その投資とか、あとは貯金とかも全部そうなんですけど、それってもう本当に屋根の部分で、その下にちゃんと自分のことを知ってるっていうのが大事になってくると思って、もうそうじゃないと自分自身がなんでお金を稼ぎたいのかとかもわからないし、どこで使っているのかとか、何を求めているのかとか、何が必要じゃないのかとか、とは本当にトレードになってくると、自分自身が焦る、待てない、捨てられない、期待するって4つの癖が出てくるんですね。でそれが出てくるポイントも人によって違うので、どこで出てくるのかなっていうのをちゃんと自分で見ておいてあげないと、変なところで損をしてしまったりとか、もう待てなくて、本当だと待ってればよかったものっていう時に自爆してしまったりとかしてあるので、もうまずは自分自身がなぜそれをしたいのかとか、どういうポイントでっていうのは何においても一個ずつ丁寧に考えておく必要があるかなって思ってます。投資するにしても、結婚のこと考えるにしても、仕事を続けるかどうか考えるにしてもですね。確かに、なんか周りに振り回されてる方が多いのかもしれないですね。そうですね、もう本当によく聞くのが、それってあなたがしたいことですかっていうことが多くて、なんか世間の価値観とか、親に言われたとか、例えば恋愛相談で友達にどう思うって聞いた、そのどう思うの聞いた答えを自分の答えにしてたりとか、あとこれよくトレードのなんか教えてても、恋愛相談受けてても、最近同じことばっかり言ってんなっていうのがあるんですけど、それってその中に事実は何個入ってるって聞くことが多くて、例えば恋愛だったら、彼から連絡が来ないのって言ってて、で彼から連絡が来ないのはまあ間違いない事実なんだけど、それで振られたっていう人がいるんですね。でも別にその彼は振ってないじゃないですか、まだ。だから振ってもないし、ただ別に連絡が来てないっていうだけだから、なんで彼から連絡来ない、イコール振られたいなっていうのみたいな感じだし、そのトレードとかをしていても、買ったりとか売ったりとか取引をスタートしましたってなって、こう上がったり下がったりやっぱりあるので、利益を確定させるまでに、一旦自分が思った方向と逆の方向に行ってるってことはよくあるんですね。でその時にもう本当に自分が思った方向に戻ってこないのかっていう答え合わせをする必要があるんですけど、でもなんかそれもしないで、うわー逆だーみたいな感じで慌てて決済をしてしまう、損切りをしてしまうってすると、決済をした時点で損も利益もですけど確定をしてしまうので、やらなくてもいい損切りをしている可能性があるんですよ。そうだから結構恋愛とその投資の癖ってそういう感じで同じように出てくるし、女性の場合本当に妄想を結論にするっていうのが多いので、どれだけそれ事実入ってるの、そういう気持ちは彼に伝えたのとか、本当感情的にならずに、感じるのは感情でいいと思うんですけど、見るところは事実とか、そういうのにしないと、今度自分が苦しくなるよっていうのはよく言ってますね。
です。似てます似てます、あの悪い癖の出方が特に同じなので、だからなんか揉み合ってる時に、もう先がよくわからない時ってとりあえず待っといた方がいいポイントってあるんですよ、投資してても、投資というかまあトレードですね、でだけどそういう時になんかこう取引をし始めてしまう人っていうのは、パートナーが忙しかったりとか、趣味でなんかやっててもねえねえって待てないんですよ、かまってかまってみたいにうるさいなみたいな、そうなんですよね、だから一緒に出てきますね、なんかこう自然の法則みたいな感じですよね。そうですそうです。